カール・クリント・ボルトは、ドイツの作曲家、バイオリン奏者、音楽教師。初期の献身的なワグネリアンとして、ドイツ音楽史で言及される。ハノーファー生まれ。一時期オペラ団の巡業に従い指揮者を務めたが、ハノーファーに定住して、教師や作曲家として活動する。1852年に、バイマルに行き、フランツリストに、ピアノの指導を受け、 リヒャルトアーグナーとも信仰を結ぶ。この頃の門人にハンス・フォンビューローやウィリアム・メイソンがいる。1854年にロンドンに行き、それから14年の間、研究者や教育者として過ごし、時折公開演奏を行った。1868年にロンドンからモスクワに直行し、モスクワ音楽院ピアノ科の教授に就任。ロシア滞在中に、 指輪4部作のピアノ用編曲を完成させる。また、フレデリック・ショパンの学術工程版も完成させている。1882年に、ヨーゼフ・ヨアヒムや、フランツ・ビュルナーと共同で、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の指揮者に就任する。また、ベルリン・ワーグラー協会の会長にも就任した。この頃には、クリント・ボルト音楽学校を開設した。 1892年までベルリンに過ごした後、同年ポツダムに引退し、教育活動に専念した。ベルリン時代の門弟に、ゲオルギーカ・カトゥアールの名が挙げられる。楽譜の肯定者や編曲家としての名声は高く、ショパンのヘタンチョ競争曲の還元楽法を非常に巧みにやり直したが、現在この編曲版を原曲よりも高く評価する、演奏家は少ない。また、 シャルル・バランタン・アルカンのピアノ独奏のための競争曲の第一楽章に還元楽法を実施し、通常のピアノ競争曲として演奏形態を整えた。イギリス人女性ウィニフリード・ウィリアムズを幼女にとり、完璧なワーグナー信者に育て上げた。ありがとうございます。